外の皆さんには伝わっていないということは、多分150キロでいいんだろうと思うんですけど。よいしょ。さあ、というわけで、まあ、いろいろ始めましたが、始めていきたいと思います。お願いします。あとは、誰だ？62号車が来たら開始ですかね。62と、欠席1人だったはずなんで、あ、62じゃない、61だ。61が来たら開始ですね。あ、ヒヨピヨさん来た。61が来て、2が欠席ですね。2が欠席ですね。はい。63がいて、ここに62がいて、で99も欠席連絡は入ってるので。あ、入ってました。はい、入ってました。わかりました。でとなると、あといないのはもう大丈夫かな。大丈夫そうですね。14台マックス、2台欠席なので大丈夫ですね。はい。さあ、チームホンダレーシングもね、ガンマちゃんとタックさんは今回もまた意気投合してやってる感じでありますけど、チーム違うはずなんだけどなおかしいなって。チームショーレーシング内のメンバーでも横のつながりがそういうのあるんですよ、多分。あー、なるほど、パイプをこうひよぴよさんはこれあれだな、予選あとは時間ないかもしれないけど、レース後は多分水風呂行きっすね、これね。あー、なるほど駅から走ってきたって書いてある。あー、それはもう行きますね、これ水風呂行きっすね、これはもう間違いないです、うん、ですね。さあ、操作はね、課題ぶっ潰してから行くつもりがいけなかったということなんですけど、いや、課題っていうボスがちょっと強かったようですね。ですね。課題っていうね、新型コロナウイルス並みの強敵が出ておりますけど、それにはどうしようもないようです。そうですね。さあ、グッドラックでスタートとなります。まだエントリーしてないと。いやー、しかし恥ずかしいっす。しかしサムネにもタイトルにも堂々と RINK って書いてしまったのがですね、すんごく恥ずかしい。やってしまった。あと1台は62かな、もう61かな。いや、全員エントリーしております。よいしょ。ひよぴよさんが見えん。あ、マジっすかあれ、61がいないなぁと思ったんですけど、どうしよう、一回入り直しかなぁ。あー、ピットパーク、なるほど。あー、じゃあひよぴよさんが入り直しかなですかね。さあ、というわけでね、ちょっと回線トラブル起きてるマシンもいるみたいなんですけど、12台出てきましたので、始めたいと思います。さあ、今回は今現在11人の方がご視聴、12人の方がご視聴、多分 HGT 史上最大のご視聴者数かと思います。ご視聴ありがとうございます。さあ、選手総会に移っていきましょう。今回は前みたいにフォント荒ぶらないようにちゃんと準備してあります。さあ、まずは、カーナンバー6番
あ、ごめんなさい。カーナンバー6番ですね。エッソチーム、ショーレーシング LC500 の野口です。さあ、こちら、ウェイトハンデ、7% で、5% ウェイトハンデ、年率 2% というとんでもなくきついウェイトハンデを積んでいます。さあ、予選はこのように回線の中行われることになりますので、ちょっとこのマシンにとってはきついものがあるかと思われますが、さあ、頑張ってもらいたいところ。そして2番手が32号車の YHH ザナビモチュール GTR ですね。3番手はなぜか京浜タクト横のつながりがあるガンマ鈴木の68号車です。何なんですかねここね。まあ何なんでしょうね。なぜかチャットでもよく連絡を取り合っているこの2人でありますが、かなり注目なところではあるのは間違いなさそう。そしてシリタの14号車は今回 DTKR 唯一の出走です。さあ、ですね、この2日後の12月8日がですね、世界太平洋戦争の、出発というか開戦にもなりました。真珠湾攻撃が起きた日ということでですね、そういうメッセージが込められたリバリーという面でもあります。まあ随伴版とか見てもらえれば分かると思うんで、ぜひ注目していただきたいところです。そして35号車昭和化の、ショーレーシングポテンザ GTR。 さあ、このショーレーシングは今回コーレンシングも今回3台ともリバリー変えてきておりますので、リバリーぜひご注目ください。そして6番手にこのマシンはね、名前が長いんですよ。霧雨ガレージチーム雪レーシング GR スープラということでね、62号車ホワイトが操るという形になります。そして7番手 SSGTR5 号車です。5号車の表記はあったかな、ありましたね。そして、今回交番の代役で急遽やってきました、ザナビモチュール GTR のトマトですね。さあ、表記が交番のままになってますけれども、ちょっと、お許しください。そしてあと紹介してないのはユキですね。さあ、こちら、ご中佐でユキレーシング GR スープラ、ユキが操ります。さあこのマシンにはね、2日前ね、誕生日だったんでね、ぜひとも頑張ってもらいたいところであります。そして今燃料を捨てています。98号車アップガレージ NSX-GTR 景品タックです。さあ、61号車が今映りましたね。ヨームチーム雪レーシング GR スープラヒオピオです。そしてヒロさんですね。231号車、ザナビモチュー GTR ということになります。さあ、まずトップタイムを叩き出していきましたのは小学科ですね。ここから少しずつタイム上がってくると思いますが、おお、上がってきましたよ。上がってきましたね。68号車が上がってきました。さあ、ガンマ鈴木ショーレーシング NSX-GT が上がってきました。やっぱり一発の速さという面では NSX が来る感じになるんでしょうかね。そうですね、やはりピーキーではありますが、運動性能は非常に高い車ですから、一発の速さはもう素晴らしいものがあると思います。ですよね。やっぱりね、この NSX-GT というのは乗りこなせれば速い車になってきます、ね、そうですね、はい。そういう面でね、今回の操っているガンマ鈴木、そして京浜タックがどこまで上がってくるか、この2名前回も予選を開かない上位スタートでしたから、今回も期待していきたいところ。ちょっと231号車がそのガンマ鈴木に対してプラス表示ではあるんですけど、はい、1セクターマゼンタタイムで来てるので、そこも注目ですね。231号車が1セクターマイナス。さあ、 GTR の安定した性能を使い切っているようです、ヒロ。しかしですね、ガンマ鈴木もコンマ2秒で今セクター2を抜けていきましたので、これは分からない。そうですね、また更新してきそうですね。本当に早いですよ、このラップ。さあ、最終コーナー、コンマ5秒のペナルティですが、1分21秒781ペナルティをもらいましたが、とりあえずタイムはこれで、とりあえずは更新という形にはなります。そして注目の231号車はセクター4番手で、4番手ですか。そうですね。さあ、しかし1セクターマゼンタ表示なので、こちらも期待していきたいところ。前回インテルラゴスでは非常に素晴らしい成績を残しました、ヒロ。さあ、今回はどうなるでしょうか。
さあ今回久々に参戦するね YHH さんと、それから初参戦のトマトを引っ提げて、このヒロも頑張ってもらいたいところです。しかしセクター2でもこれまたまだマゼンタを維持してますから、231は231マゼンタ維持してますね。そうですね、どんなタイムが出るんでしょうね。マゼンタ維持してますね。あ、ちょっとちょっと遅れたかな。あ消化しに行きましたね。これはちょっとまたやり直しという面にあるが、時間的にもちょっと少なくなってきてしまっています。いやしかしですね、68号車のラップタイムが早すぎて、あれこれどうなってるんだって感じではあります。おっとおっとって感じですから。ただまあまあまだあと3分弱ぐらいありますから、こっからっていう車もあると思いますよ。そうですね、現実のスーパー GT でもこっから最後にバンバンアタック更新って感じですから ね、ラストアタックに合わせてっていう感じが多いんで。そうなんですよね、野口はまだ7番手タイムなんです。苦しいのかな、さすがに。さすがにもうこれ以上タイム上がらないのでしょうかね。これは苦しそうだな。動き的にもちょっとね、いかにもおデブな車って感じ。そうですねですよね。これは厳しいのかやっぱり。そして他車両どうでしょうかね。シリタが3番手ですか。シリタが今回レッドブリンクが調子良さそうな感じ。あー、そしてヒロはこれ、いやーもう一周いけるのかな。結構ギリギリなところでピットに持ってきました。どうでしょう。いやー難しい。さあまずは14号車持ってきました。タイム注目してみましょう。小悪化のタイム、チャンピオンシップ的に争っているライバルを超えられるか。あー1000分の4秒教えることはできません。来ました、6号車やっぱり来た。はいや1秒入んねん。すごいなこれ。ただその後ろで98もタイム上げてきましたよ。98来ましたね。アップガレージ、アップガレージ NSXGT が来ました。さあ現実のスーパー GT では成績的にちょっと振るっていないアップガレージ。さあバーチャルでも元気を届けたい景品タック。さあ肘のアタックですが、ちょっと今ブレーキング突っ込みすぎましたかね。セクター1マゼンタ表示だったんですが、そうですね、全体ベストですね。そうですね、全体ベストなんですが、セクター2こっからどうでしょう。ホンダレーシング、勝手に組んでるホンダレーシング1-2取れるかどうか。だから謎の横、本当に謎なんですよね、横の組み合わせ、ね、謎は謎ですよ、ね、だからここら辺団子になっちゃってるな。おお、しかしコンマ288ファステスト。ただ前には野口と、そしてYHHレーシングのマシンが1台います。景品タック集中力逃さずにいけるかと。これは透明表示避けましたね。さあどうだ、立ち上がりアップガレージ来るか。いいぞ、どうだ。さあ何秒出るかな。21秒、きた21秒470。21秒470、ここでラストいったアップガレージ。そして68はどうなんだ今ギリギリ。あー、ラストアタック入れなかったか。これはさすがにウェイトハンデの影響があったか。68号車コンマ8秒差をつけられて、ポールポジションは68号車ということになるのでしょうか。まだアタック入っているのは6号車あ14号車やめましたね。231また来てますよ。これ231来てますか。231は6番手ですね。231はまたファステスト。GTR ってあれなんですかね、結構鋭角なコーナーに関しては結構早いんでしょうかね。そうですね、セクター1-3が早いんですけど、2がなぜ NSX がすごい早いんですよ。なるほど、本当に NSX 2セクが早いのでですね。セクター1で話してもセクター2で、そうですね、縮められてしまってますよね。さあまず野口が帰ってきますがどうでしょうか。野口はちょっといいかな、これは厳しそう。そしてヒロは自己ベストで来ています。
が、上げてきた。あー、1000分の19秒差、シリタに届かない。また接戦な予選になりましたね、これ。そしてもうアタックしている車両はいないでしょうかね。終わりですね。さあ、ということでポールポジションアップガレージ、アップガレージやりました。さあ、スーパー GT でこうやって一番上に上がったのは2018年の開幕戦岡山以来ですかね。予選決勝関係なくアップガレージが一番上に来たというのは。さあ、素晴らしい予選を見せていただきました。そして2番手にガンマ鈴木、重すぎて話にならないというのをコメントに書いておりますけれども、3番手に野口ですよ。何なんでしょうか、このドライバーは。ほとんど練習してないとは言ったんですが、しかし練習してないのは、それはセッティングを作り込むため。そのセッティングを作り込んだ甲斐がこの3番手という結果に出ています。そして小悪化はそれにコンマ5秒差つけられてるんですね。これいかにトップ3が早すぎるかっていうのが分かりますよね。そして5番手はシータ、6番手にヒロ、7番手にこれ代役で急遽来たはずのトマトが7番手に食い込んでいます。8番手に YHH、 あー、ホワイトは9番手、ヒヨピヨ10番手、そしてユキはこれタイムは11番手だったと思うんですが11番手。うわー、チームユキレーシングがこれ苦しいですね。さあ、というわけで、記録は、さあ、そして記録はほぼ取れたと思うんで各社入っていきます。さあ、皆さんお疲れ様でした。ちょっとチームユキレーシング思ったより振るわなかったのがあれなんですが、しかし予選タイヤこれ私見ておりませんので。そうですね、ただセッティングで苦しんでるようなイメージはありますけど。あー、そうですか。どうだったのかな、決勝に向けたセッティングなのか一発に向けたセッティングなのかっていうのをまず分かれてくるとは思うんですけども。なるほどなるほど。ですからこの決勝用ロングランを見据えたセッティングなのか、もしくはブレーキングで思いっきり突っ込めるようなセッティングなのかという感じでしょうかね。さあ、先ほど秋葉原からダッシュで帰ってきましたヒヨピヨも、ヒヨピヨそういう体力的な問題ではあるんでしょうけど、しかしユキレーシング最後尾ワンツースリーを取ってしまったというのは非常に不名誉な記録でありますので、ここから追い上げに記録していきたいところ。そして YHH は RM でアタックしていましたので、それはあるんでしょうか。 RS でアタックしていたマシンもはどれくらいいたんでしょうかね。ちょっと見てみましょうか。景品タック、ガンマ、野口、小悪化、トマトは RM、ヒヨピヨも RS、ユキはこれ RM ですね。ですね。あ、ホワイトも RM だ。なるほど。ユキレーシングはここら辺はあれなんですね。RM、決勝用でやっぱ行ったところはあるんでしょうか。やっぱり決勝を見据えて、まあ、おそらくあの、はい、セーフティーカーっていうあの魔物が出てくると思うので。なるほど、レッドブルリンク、んー、出そうですもんね、やっぱりね。絶対出ると思いますよ。そして YHH は RM なんですね。 RS はだいたい 5,6 台といったような形のあったようです。さあ、というわけで今決勝用のセッテに
決勝のですねルーム設定に移り変わったんですけれども、何やら不穏な予感がいたします。先ほどまで晴れていたレッドブリックだったんですが、一転にして暗雲に包まれました。さあコンディションは完全にウェットとなりました。さあウェット宣言が一応なされます。さあ各車両一応ウェットタイヤに履き替えて、出てください。あ、シータさん入り直しただけか。今回の雨は IM の方がいいかな。うん、どうなんでしょうね、この雨量は。私は正直インターミディエントタイヤというのはあんまり使ったことがないのでわからないな。あ、でも義務はあるようです。義務は今回もあるようです。ウェットタイヤとインターミディエートタイヤ。レース中にこれタイヤのコンパウンドって変えられますよね、ウェイトとインターミディエート。多分変えられると思います。ちょっと今ちょっとハンコじゃなくてパッドだからまとも話しかわかんないけど、ちょっとさらっとあのピットで変えられるかちょっと見ていきます。あ、お願いします。さあ景品タックさんはですね、ガンマさんからもらったセッティング一切変えてないということでね、一切変えてないということは、どれだけガンマちゃんのあのツイッターで晒してたセッティングが完璧だとかいうことを示しています。今回の雨はどちらでも早いですよ。まあ雨量少ないですからね。そうですね。さあということで、ウェットスタート、インターミディエートスタート、柔らかいか硬いか、溝の量が濃いか薄いか、そういう面に溝の量濃い薄いという溝の量が深いか浅いか深いか浅いかですね。そうですね、深いか浅いか深いか浅いか濃い薄い何言ってんだ俺濃い薄いちょっと面白かったなんだこれ。ピット静止10秒あります。あります。レース開始前になったらピット静止あるよっていうチャット打ちたいと思います。あ、お願いします。はい、自分もね、春さんのイベントでピット静止あるよってしつこく言われてるのに、ピット静止2回、レース2回とも破るっていうことをやらかしてるあ、変えられる変えられる、オッケーオッケー。あ、了解です。ちなみに今回のレースは予選、はい、ソフトアタックだった人たちはウェットですね、ですね、はい、そこも含めてちょっと確認していこうかな。予選ミディアムだったのは誰でしたっけ。言っていいのかなって言っていいのかな。一応全部手元であの雑にあの手書きで投げ書きしてる。ああ、それだったらいいんですけど。いや、まあどうせ、いやでも、まあ、でもね、あ、まあ、言い方悪いんですけど、どうせ選手からは見たら分かるのでそうなんですよ、うん、公式戦みたいにね、あの個人情報を保護されてはいませんので、ロビーは。そうです。そういうところは雑に作られていますので、そういうところはですね、やっぱり丸見えの状況ではありますので、まあ多少把握というのはできるかと思います。さあというわけで見ていきましょう。雪が IM、 小惑星がウェット、ガンマがウェット、トマトがウェット、景品ダックがウェット、YHH がインターミディエント、ヒヨピオがウェット、シータがウェット、ホワイトがインターミディエント、ヒドはウェットですね、野口がウェット、そしてセス GTR がウェットです。ということで、ウェットスタートが多い感じですね、全体ですね。ウェットがどこまで持つか、インターミディのタイムがどこまで上がってくるかによっては本当に面白いレースになる可能性はありますよ。ですね。
あ、決勝開始って何分でしたっけ。45にやろうかな。あ、わかりました。ちょっとすいません、お手洗いちょっとすいません。あ、はい、自分も行ってきます。あ、すいません、じゃあ同時離脱で同時に行きます。はい。よいしょ、よいしょっと。さあ、間もなく開始ということになりました。あ、すいません、戻りました。さあ、というわけで、あと数分ほどいたしますと、レース開始ということになりそうです。さあ、皆さん準備は整っておりますでしょうか。いつも大声で叫んでて恥ずかしいのでね。あ、皆さん準備よろしいでしょうか。 Are you ready? はい、よろしくお願いいたします。もうなんか開始、みんなで盛り上がってまいりましょう。さあ、未知数のウェットレースということで、誰が勝つのか、どのようなレースになるのか、運営側も全く予測がつきません。もしかしたら前みたいに竹川クリステルさんがまたありえないよう出て言ってくれるかもしれません。そんなレースになるかもしれない。このレッドブリンク、150km レース、さあどうなるか。お、言ったな、言ったな、言ったな、景品タックさん。何とは言わないけど、良いアイデアです、頑張ります、よろしくお願いします。あ、血の号がぶつかってた。よし、始めて、始めましょう。みんなで Are you ready? ありがとうございます、ありがとうございます。みんなで Are you ready? 行きましょうね。こんなコロナ禍でもね、こんなコロナ禍でもね、モータースポーツ
ノーレースノーライフですから頑張っていきましょう。さあまず最初の関門ですね。そうですね、第一関門を突破しないとレースを開始することはできません。もしかしたらここで切腹する選手も出てきてしまうのかもしれません。まあ一発目だったら大丈夫なんですけど、大丈夫かな。さあ今スタート切っていきました。大丈夫ですかね前車ね。さあ大丈夫ですね、一発行きましたね。あれ最下位じゃなかったっけ、ゆきさん11番ですよ。あマジっすか。ゆきさん、ゆきさん、指示入ってから戻ってくださいね。指示あってから、ちょっと待ってくださいね。一人だけね、早く戻っちゃったんですよ。それで、順位表記がバグったんですよね。よし、OK ですね。では、ですね、ここで、スターティンググリッドの方を紹介していきたいと思います。さあポールポジションを取りましたのは、この98号車。さあ現実のアップガレージにも元気を届けたいところです。京浜タックが、ポールからのスタート、そして2番手が、ガンマ鈴木の68号車。さあショーレーシングスタートで取り返すことできるか。そして3番手が同じくショーレーシングの野口、なんでここにいるんだと突っ込みたくなる6号車です。そして35号車が、4番手からのスタート、ショーワッカ。5番手が14号車のシータ、6番手が231号車のヒロ、7番手に今回急遽代役ですけれども7番手実力を見せてきましたトマト、8番手に YHH レーシングが今後続きます。そして9番手に、ホワイト、10番手にヒヨピヨ、11番手にユキレーシング、ここユキレーシング3台続きます。さあユキさんには今回頑張ってもらいたいところですね、運営が私なんで。SSGTR がそして最後尾からのスタートということになります。さあ、皆さん頑張ってもらいたいところです。さあ以上12台の、スタートということになりますが、いやーやっぱ楽しみですねこういう3つのレースはね。そうですね、何が起きるかわからない。本当に走ってる側はまあそれは大変でしょうけども、ちょっと見てる側としては非常に楽しみなレースですね。そうですね、 HGTC ラウンド6レッドブリンク 150km レース、ウェットの中での開催との、おっとこれは派手にやりましたね京浜タック。なんとスタートから切腹していくのか京浜タックさあガンマ鈴木が1コーナー飛び込んでいくが、みんな当たり前のようにアウトサイドに飛び込んでいく。あーしかしグリップないところを取ったガンマはアウトサイドにはらんでしまった。そしてなんと231号車がこれでトップに出ていく。京浜タックはなんで何をやっているんだ。さあ野口が1コーナーサイド入っていくが、止まるのか、みんな止まらない。そして前に出てきたのはなんとトップは61号車のヒヨピヨ。61号車が前に、そして代役トマトがまさかの2番手、そして大丈夫か。さあラビットハウスが皆さんいらっしゃいとばかりにこれグラベルで待っているが、グラベルに飛び出す車両はみんないない。ここはみんな無事に通過していくが、68が、おっと 68? まあ68号車だー、68号車これは何があったのか。61も、ね、バランス崩してクラッシュだ、なんということだ。あっとそして61号車もなんとトップを走っていた61号車が高速、これでトップはまさかのトマト、そして2番手にヒロ、3番手にユキ、トップ 3?
トップ3、これ大分車の方からスタートした車ですね。そうですね、逆転しましたね。ケイタックね、トップと最後尾逆転しますよね、これ完全に。そうですね。さあ、なんということになってるんだ。さあ、総さんがわらわらわらってコメント残しておりますけれども、景品タックがアウトサイドから勇気をかわしていく。さあ、単純な速さの面ではやはりアップガレージの方が上か。さあ、勇気がかわされてしまいます。そして後ろからシリタも来ている。シリタもスタートではちょっと出遅れたんですが、狙っていきたい。そしてブレーキング、ここブレーキング怖いぞ、ブレーキング怖いぞ、勇気が突っ込んできた。何をやってるんだ、何をやっているんだ君たち。さあ、ユキが前に出ていく。怖い怖い怖い。そして2番手していた3番手昭和か。さあ、またラビットハウスが待っているぞ。皆さんいらっしゃい、ラビットハウスが待っているぞ。ここのブレーキング勝負どうだ。景品タックが、景品タックがインサイドから入っていく。景品タックがインサイドからかわしていくが、しかしそのインサイドから、そのインサイドからヒロが差し返していく、差し返していく。そしてトップはいつの間にかシータに変わった。2番手にヒロ、3番手に景品タック、4番手に昭和か。野口はそしていつの間に5番手まで舞い戻ってきた。そして68号車がなかなか上がってきません。きついのかな。うん、やっぱりこのあのポジションダウンは痛かったんでしょうかね。そして野口は昭和かをもかわして4番手。ウエイトの振りを感じさせないこの走りはウエットでも健在。あー、しかしみんな暴れてますね。あー、そして安定性に富んだ GTR が前に出ていく。やっぱ GTR ってこういうところの安定性は強みですよね。そうですね、ただやはり頭が入っていかないので、その面でいうと雨は RCF の方が若干有利な面はあります。あー、なるほど。トラクションのかかりがかなりいいですから RCF は。そうですね、 RCF はアクセル踏むとその分だけギアが滑ってくれる、ね、ギアが90がかかるというところであるんですが、98号車が大幅にコースアウト。そしてスピンしていきました。にはやってもあっと、そして61号車が32号車と接触か、壁に押し出されてしまいました。さあ、そして後ろもまだサイドバイサイド、61号車と32号車。さあ、怖いサイドバイサイド、62号車が前に出ていく。62号車が前に出ていく。さあ、しかしどうだ、サイドバイサイド、サイドバイサイドで YHH が差し返していく。おー、アウトサイドからまくっていくのか。お、前で誰か事故ってる。おっと、あー、トマト。トマトだー、トマトだー。大幅に飛び出していったトマト。トマトと景品タックな、仲良くワーストワンツーを取り合う形。そして2番手にいつの間にか昭和化が上がっている。3番手にヒロ、4番手の口、5番手ユキ、6番手にホワイト。おお、危ない危ない。おっと、ちょっとガンマ鈴木がこれ今 YHH に追突しか、あー、あー、 YHH が飛んでいったー。あー、でもダメージはないよ。ダメージはないですか。そうですね、それは不幸中の幸い。さあ、なんとかダメージはなくレースに復帰していきました。でもこれあれですね、低速域だから割とみんな事故ってもダメージ入らないから。そうですね、アルイメ SC の出動率はどうなのかというところにはなってくるかもしれません。まあ、もしかしたらちょっと暇っていうまたそれもあるかもしれないですね。そして NSX 勢は失意の7位と9位。これはちょっと喜べる結果ではない。そしてガンバ鈴木はウェットタイヤスタートなんですが、インターミディエントスタートのホワイトに抑えられています。これちょっと苦しいですね。そうですね、これはでも至るところでバトルが繰り広げられてますよ。そうですね、ミスをして後ろに下がった組と前で堅実に走ってる組とで分かれてる印象がありますね、これは。そうですね。さあ、そしてガンマ鈴木がホワイトのインサイド入っていく。ここでかわしていきます。
さあテールを流しながらねインサイドに入ってきました。そしてそのまま頭を入れて前に出ていきます。そして2番手争いはちょっとちぎれましたでしょうか。そうですね、2番手がそこ争った間にもトップは逃げてますから。そうですね、これ14号車すごくいいペースで逃げてますね今ね。そうですね、非常にいいペースで後ろを突き放していって、これは非常にいいレース展開だと思いますよ。そうですね、本当にその通り、非常にいいペースで昭和家がどんどん離れていくといった形で、いつの間にか3秒3もの大差。今回1台出走の DTKR なんですが、先ほど5号車がなんか勝手に落ちていきましたので、1台出走の14号車チータという形なんですが、さあ素晴らしい走りを見せているここまでは。しかしまだレースは序盤、何が起こるか分かりません。そして昭和家はそれを追いかけています。まあこのコンディションなので昭和家が追いつける可能性はいくらでもあります。そしてヒロと野口、ちょっと231号車の勢いが欠けてきましたね。そうですね、まあ、タイヤがきついというわけではないでしょうから。そうですよね、うん、現実の路面のように乾いてきてということは現実の怖いということはないので、タイヤが厳しくなっているという面ではないと思うんですが、ちょっと厳しい。あっと、そしてユキが並ばえている、ユキが並ばえている、インサイドからガンマ鈴木がズバッと刺していきましたが、トラクションがかからない。ここで RCF が差し返してくる、差し返してくるが、この先にはラビットハウスがありますので十分にご注意していただきたい。さあブレーキング勝負となるか、インサイドを差し返したユキ、おお抜き返して あーでも立ち上がり、NSX 危ないぞ、 NSX 危ないぞ、トラクションが6にかからない。 NSX と RCF どうだ、サイドバイサイド、アウトサイドからドリフトしながらまくっていく、ドリフトしながらまくっていく、頑張って鈴木、おおすごいすごい、まだ守っているインサイドユキ、アウトサイドかぶせるが、ドリフト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 、ダウトサイドからかわしていくガンマ鈴木、いやー素晴らしいバトル、いやーこれは素晴らしい、あの D1 グランプリを見たような気分でしたね。そうですね、見事な追走でした。あ、そして野口が、野口がヒロかわしていますね。いやー強いな。アウトサイドから、おこんなところで行くのか、ズバッと差し返してきた野口、早いですね。そして後ろは、おーっとっと、これは Y8、 あー景品タック回ってしまった、くるっと1回転、そして2回転、これは復帰は気をつけて、あーおっとちょっと接触ありましたか、あーヒヨピヨと絡んでしまった、これは2台のアクシデント、セーフティーカーが出されます。ここでセーフティーカー、なおスタンドアップがレージ、ちょっとあれは復帰があまりよろしくなかったかな。リプレイ見てみましょう。あーこれは完全にレコードライン上に乗ってしまってましたね。確かにこの復帰はよろしくなかったか。これでセーフティーか、シリタの気づいた3秒2のリードはこれで潰れました。そして昭和家の口、レースも中盤に進めばやはり実力者が戻ってきますね。あ、ブレーカー落ちか、なるほど、え、これブレーカー落ちちゃいましたって言ってまた落ちたっていう。なるほどブレーカー供給量が足りないのかな、うん。
そういうところでもマシーンにトラブルあるんでしょうか。これは先頭、特に14号車に関して言うと、はい、うん、ここで入るっていうのは非常にもうレース展開的に痛い SC になった一方で、もう後方の団子状態でずっと走ってた人たちにとってはもう一気に前に出るチャンスだというセーフティーカーなので、これもしかしたらまた SC 明け荒れるかもしれません。絶対荒れますよこれいやー、また楽しいねことにねなると思いますよ。そうですね、またまさに姿形も十人十色のツッコミが見れるかもしれません。さあ序盤はトップを走っておりましたトマトなんですが、先ほどバルテリポッタスのようなコースアウトを消してしまいましたので8番手までポジションを落としてしまっております。これはどうなるか楽しみにしていきたいところ。そして勢い自体は良かった京浜タック98号車、先ほどのクラッシュは非常に痛いのですが、まだレースは長いので切り替えていきたいところですね。そしてこの週で SC は入りますね。そうですね。さあというわけで、とりあえずシータはこの SC はとにかく運がなかったという面ではあるんですけれども、さあ切り替えて頑張っていただきたいところ。いやー、これ車間空いてないっていうのも非常にちょっと怖い。あー、そうですね、要素ですよ。これは狙ってますねみんなね。これはもうみんな我先にと、あ、トップ加速していきましたね。これさあもう最終コーナー前から加速していきましたね。さあこれで、おっと昭和かが危ない。さあ今レース再開です、今レース再開。そして野口が来たぞ、野口が来た、野口が来た。インサイドどうでしょうか、インサイド、エッソが取る、エッソが取る、グリーンブラックホイールのエッソが2番手に浮上、そしてそれに続けとばかりにヒロが2番、3、ヒロが3番手、そしてちょっと今ショーレーシング同士で接触があったか、35号車と68号車、おお、そしてヒロが並んでいく、並んでいくぞ、ガンマ鈴木も並んでいこうかというところ、ガンマ鈴木はこれ、昭和化の前に出れないですね。そして1台ピット入りましたね先ほどね。そうですね、63がピットに入りました、ね、あーなるほど、奇抜な戦略で有名な63号車がピット、あーっと、そしてガンマ鈴木追突、なんとか持ちこたえたが、あーこれでちょっとオーバーディークは厳しい、怖いな。おー前に出ていく、前に出ていく、そこから前に出れるんですか68号車。そして昭和化は5番手に交代、後ろからトマトが来ている、トマトが来ている、あー昭和化が一気抜かれていく、インサイドを捉えてしまった。あーそしてちょっとは IHH とも接触、昭和化はこれはんーちょっとタイヤに熱が入ってなかったのかなっていう感じですね。まだマシンが十分にバトルをできるような状態ではなかったということですね。そうですね、あまだ滑っています、後ろからホワイトが来ている。さあホワイトが前に出ていきます、そして前チーム YHH レーシング同士もやっている、 YHH が1コーナー刺してくる、そしてホワイト、おお立て直した、おお押されて立て直すあれ怖かったっすね。すさあそして昭和化がもう一回インサイドついてくる、どうだと IHH レーシングとショーレーシング、いやーでもウィット軽いトマトが前に出ていく、いやーでもどうだ、あーそしてヒヨピヨまたクラッシュしましたね。
して勝利ダメージを出ますね。入りました。おっと、ああひよぴよダメージですか。ああ円ダメは入ってます。いや入ってないです。ああなるほど、これは SC の判断どうなりますでしょうか。これはないんじゃないですかね。これはなしですか。了解です。さあそして3番手に上がったヒロはいいんですけれども、後ろからですねガンマ鈴木とそしてチームメイトの YHH が来ています。これ231号車先ほどからペース上がってないですよね。そうですね、なかなか上がってこないですね。これはもうガンマにもかわされてしまうんでしょうかね。ちょっと今サイドバイサイドに抜けていいところでありますが、68号車回ってしまった。あ縁石の上を通ったばっかりに、あーそしてまた危ないぞ。危ない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 、復帰ですよこれは。いやーホンダ勢は2ライトも1コーナーの魔物に飲み込まれてしまう。なんということだ。これホンダ勢は一気に苦しくなりましたね。ですね。モータースポーツ界の戦力外通告を受けてしまっていますホンダ勢。さあ、ホワイトに今ペナルティが課されました。先ほど61と、はい、3コーナーのところの立ち上がりで当たって回してしまっていたので、あそこでのペナルティです。なるほど、先ほどちょっとチーム雪レーシング同士で接触があったようです。ちょっとどうしてももがきたいという思いがやっぱり来てるんでしょうかね。あれ、そして 1HH がいつの間にか前に出ている。ヒロの前です。そうですね、これ今回この荒れたコンディションで YHH が上がってきましたね。そうですね、非常にラップタイムも揃ってますし、いいんじゃないですか、はい、そうですね。 YHH このウエットに来て開花してきましたでしょうか、実力が。そして今トマトが小惑星をかわしていきます。今回 YHH レーシングは3台とも絶好調。さあブレーキングで小惑星のインサイドを取りましてかわしていきます。急遽呼び出されたはずのこのトマトというドライバー、やはり実力は確かなようです。そしてシリタと野口、野口2番手で出力が上がりましたが、早いですね14号車。本当にこれラップペースが1台頭抜けて早いですよ。そうですね、1分33秒台のラップタイムですか。ベストラップ1分33秒台。33秒台ですか。これは相当なタイムですよ。これはラップペースでずっとキープしているっていうのはすごいタイムです。そうですね、圧倒的な速さを見せつけています。あ、一台回ってる。あートマトだー。そして後ろからホワイトが来てるぞ。ダメージは、まあ、ありますけど、ただ片方だけなんで、あのそうですね、そしてリアのダメージはホワイトに追突されてできたやつなので、ちょっとこれはまあしょうがないかなというところでありますでしょうか。さあそして先ほどどうやら61号車と接触があった模様の63号車、
いやこの車にもそろそろいい成績を残してもらいたいなという思いで放送席の実況陣は実況者を見てるんですけれども、さあやっぱりね2日前は節目の日になっておりましたので、この63号車にとってはさあなんとか頑張ってもらいたいところです。あー YHH だー、最終コーナーぶっ飛んでしまった32号車ー、あーぶっ飛びましたね。外側のグリーンに乗った、そして前から突っ込み、やってもうたー。ダメージはフロントですね、ですね、片方のフロントですので、ちょっと最低的にはまた微妙なところ、やっぱり単独クラッシュが多発しますね。そうですね、やっぱり雨の中36周、まあ、35周のレースですけども、そこを集中力保ってっていうのはなかなか難しいですよ、はい、そうですね、そういう面ではトップを安定的に走り続けておりますシータと野口という2人のドライバーには本当に頭が下がります。素晴らしい走りです。今気づきました、68号車が回ってそのままサブロック決めて何食わぬ顔して走っていましたよ。おー完全に D1 状態決めている。おお、ここでもドリフト決めていっています。ファンサービスあふれる68号車、いわばこれはもうどうしようもないという状況を示しているんですけれども、そうでしょうね、なかなかに厳しいと思いますよ。あーサブロク見たかったな、後でちょっとリプレイで見よう。プレイ足りませんでした。あーそしてガンマピットに入っていきます。さあウェットタイヤ引っ張りましたけれども、引っ張りましたね。 NSX にはやはりちょっとこういうサバイバルなレースは厳しい面があるか。そして63号車はピットに入った車両ではあります。かなり早めにピットに入れたんですがどうでしょうか。ここ今ウェットタイヤで飛ばしていると思いますので、さあまだ頑張ってもらいたいところ、とりあえずガンマ鈴木の前には出ております。そして後ろはどうでしょうか。先ほどクラッシュした YHH とホワイトの差がだんだん近づいてきておりますでしょうか。さあこのホワイトというドライバーは前回の YS バンキッキから引き継いで参戦しているドライバーでありますが、このドライバーも YS さんに負けず劣らず本当に速いドライバーでありますから、この難しいウェットのコンディションどのように上位まで進出してくるかというのが注目のところであります。今のところ大きなミスは見受けられませんと言った途端にちょっとガードレールすりましたけれども、さあしかしまあ安定した走りを全体的に続けてはいます。ここに来てこれ2番手の6号車がペース上げてきましたよ。そうですか、ちょっと見てみましょう。確かにヒロとの差が9秒差まで開いております。1分33秒356のファステストラップを先ほどですかね、あちょっと前15周目ですね、はい、15周目ですかに叩き出しております。しかしシリタのベストラップが1分33秒4なので大差変わらないんですよ ね、トップとの差が変わらない。これは野口にとってはこの車ももう、もう今マゼンタ出して逃げていますから。シリタ SC 入ってこれですからね。
すごいですよ、本当に。SC 入って野口にこの差。1分33秒366。早いラップタイム。あ、そして昭和っかがピットに入れましたね。そうですね。さあ大丈夫ですね。戻ってます。さあセクワはマセンダーに抜けていきます。さあここのブレーキングどうでしょう。遠赤をしっかりとこらえて立ち上がり、 RCF の優秀な立ち上がりを生かしたいところ。さあしっかりと立ち上がりトラクションは生かしてきております。後ろの方ではピットに入っている車両が多く見受けられますが、先頭集団はまだ引っ張ります。さあここのブレーキング、さあウェットになると曲がらなくなりますので、縁石をクリップにしてなるべく早くアクセルを踏んで立ち上がっていきたいところ。さあうまくつなげてきています。ここのブレーキングどうでしょう。水たまりがありますが、インサイドのラインは避けてアウトサイドまで膨らんでってどうでしょうか。ファーストテストペース刻んできております。さあ野口やはり追い上げにかかっている。さあここも遠赤には乗らず、なるべく立ち上がりをロスしないようにしっかりと走っていきたいところ。いやでもシリタ早いな、離れてってますねこれが。そうですね、本当に早いラップペースで。これファーストテストは野口さんじゃなくてシリタさんじゃないか。32秒台入ってきた、ね、早いですよこれは。そして6号車はたまらずピットに入ります。さすがにちょっと RCF も厳しい。後ろも入ってきたな。後ろはどうでしょう。インターミディエント YHH、 これ YHH はインターミディエントで考えたら素晴らしいスティントでしたね。本当にそうですよ、素晴らしい走りでした。刺した。なるほど。なんというなんというタイミングだ。まあこういうことですよね。ですね。なんということだ。なるほど、まあ、こういうことはよくあることです。ですね。シリタまたラップタイム刻んできている。いやー早いな。早いですよ本当に。同じグループ2マシーンとは思えないほどシリタのマシーンだけ加速しています。でもパワーがあるか、でもそれは何か対抗してるわけではなくてですね、それだけまっすぐ立ち上がらせてきてるんですよね。1コーナーはどうでしょうか。ちょっと今はクリップつけなかったね。あ、そしてトマトも入れます、ね、入りましたね。HH レーシングが2台目のタイヤ違反ということになってしまいました。そういえばレース前にタイヤ変えないでくださいねっていうのを忘れてました。タイヤ10秒待ってくださいねって言おうと思ってたけど忘れてちゃった。これ31入ってましたけど止まってました。これ止まってないですね。ですよね、はい、止まってないです。あ、しかも出口のホワイトラインカットもしていきました。もうデラックスエディションですよこれは。あ、ごめんなさいよ、打ってホワイトラインカットしたんだ。これはあーもったいないこと。あー、これは僕に人間の心があると思った方が間違いですね。まあそういうことです。これは一応まあレギュレーションではあるので、かわいそうといえばちょっとあれですけど。シリタが入れてきます。しっかり10秒消化、ヒロも入れてくる。後ろも入ってきましたね。さあそして野口はピット終わって
今追い上げてきています。どうでしょう。あ、でも余裕で前そうだな。そうなんですよね。いい感じにあの前で出れそうな。まだ野口は最終コーナー立ち上がったところ。あー、これはもう前ですね。あー、そうですよね。あっという間に前。若干差は縮められてはいますけれども前です。そしてヒロはどこで出ますでしょうか。ヒロも表彰だけなんで出ますね。そうですね。お、そして景品タッグがホワイトをかわしましたね。さあアップガレージも追い上げにかかっています。あなんなの。なんという自分が言うと、自分が言うとこうなるんですか。いや、すごいキルカメラ能力をお持ちですよあなたは。いやいやいや、いらないですそんなの。実況者にそんなの必要ないですから。いやー、見どころがたくさん取れるっていう。あー、そして YHH にもかわされてしまっております。あれ、そして63号車。あー、惜しが。さあ、そしてシリタがトップ、2番手野口4秒後。いきなりまた広げてきましたね、ラップタイムを。ラップタイムじゃない、ギャップを広げてきました。野口も必死に追いかけますが、どうでしょう。まだ14試合あります。まだ諦めないでいただきたい。そしてこれトマトは静止はしてないですか。まだですね。あら、まだ通過しておりますね。そうか、理解した。さあ、そして NSX2 同士の争いが勃発しそう。98号車と68号車です。お、インサイドに68号車ガンマちゃんがズバッと刺してくる。あっと、ちょっと接触だ。あ、めちゃくちゃレバー出てますね。こういうスピンが恐ろしい車です、この NSX という車。飛び込んだはいいが、ちょっと足りませんでした、距離的に。そしてここに大ガンマちゃんもう一回インサイド飛び込んでくる。さあどうだ、今度こそここ立ち上がり差し返せるか。どうだ、ズバッと差し返してきた68号車。これで68号車が前です。どうでしょう、この NSX デーゾン氏の争い。ペース的にこれはどうでしょうか。やり合うよりもチームホンダという横のつながりを持っているならば、前の YHH をとりあえず追いかけることが最優先事項となってくるのかどうか。あーっと、62号車がクラッシュ。さあチームホンダが来たぞ。あー、チームホンダも崩壊か。景品タックが芝刈り機していく。大変なことになっている。そしてガンマちゃんが失速しているホワイトのインサイドに入る。どうだ、立ち上がり、うまく立ち上がりましたね。さあガンマちゃんがこれで7番手に浮上、立て続けにオーバーテイクを決めていきます。
さあ、そしてチームユキレーシング同士も迫ってきました。10号車と11号車、ヒヨピヨとユキの差がだんだん縮まってきております。がまだ動きは見られません。あ、トマト入れましたね。ですね。これで20秒静止でどこに出るかどうか、展開次第で面白くなってくるかもしれません。あと、あ、おっと、 YHH が、これはまた単独クラッシュか、なんということだ。いやー、ガンマ鈴木の前にいただけにこれは痛い。あ、お、立て直した。ちょっと危ない、ちょっとここ怖いですね、これ。そうですね。5、6、7、8番手、さあ7、8番手並んでいく。景品タックアウトサイドからさせていくが、どうだ、ブレーキング、止まるのか、止まるのか、止まるのか、止まってない、止まってない、外まで行った、外まで行ったが、意地のブレーキングで景品タックは前に出ていく。意地の、いやあれ意地ですね、本当に外まで。本当にそうですね。さあどうでしょうか。そして意地で仕留めた後は冷静になってまた GTR を追いかけていきたいところ、安定性のある GTR を追いかけていきたい。まあ、アンダーステアが強いのでちょっと乗りにくいところの車ではありますが、 YHH は何があったんでしょうか。いや、そしてもうこれレース後半になりますと、やっぱり各社ともタイヤがズルズルになってきております。 NSX 関係なく、 FR、MR 関係なくリアがみんな滑ってってしまってますね。そうですね。んー、ちょっとまだ何が起こるかわからないぞ。あー、ホワイトが降ってくる、ホワイトが降ってくる、アウトサイドからホワイト行くか。さあどうだ、サイドバイサイド。んー、ちょっとそのラインは、んー、 NSX のとか、あっと、ちょっとセリフ、あー、景品タック当たってしまった。これは大クラッシュ、これはこれはこれはかなり払いましたね。あー、そして危ない、景品タックの横をかすめていったトマト。そしてここでセーフティーカー、なんとなんと、これはかなり危ないクラッシュになりましたけどねえ。あ、これちょっと戻しすぎだな、 YHH さんが飛んだところですかね、これは。おー、みんなズルズルですね、これ。かなり危ないクラッシュになりました。んー、ちょっとあれは状況的にどうだったんですかね。まあ、お互いにバランス崩してたといえばそうなんですが、はい、やはり特徴は大事ということですね。そうですね、やっぱり土台は大事ということなんでしょう。やっぱり土台は大事というものはね、私たち人間はですね、普段から教えられております。何かですね、あの南海トラフ大地震のような大きなのが来た時に家具を固定しておいたりね、そういう土台をしっかりと固定しておくようにとかいうのはいつも言われておりますが、それはレース界においても同じだということを先ほど2人が教えてくれました。いや、しかしひどいクラッシュでしたね。そうでしたね。しかもストレートで速度の出ているところだったんで、余計に大きくなってしまいましたね。そうですね、本当にそうですよね。立ち上がりだったら回って済んだのかもしれませんが、まあまあまあ、って感じですけど。さあ、これ SC 整列にはもう少々時間がかかりそうです。そうですね、あと1周ぐらいかな。後方はかなり離されてしまっておりましたので。そうですね。ああ、そしてチームユキレーシングはまたワースト1、2、3か。これはまた不名誉。しかも綺麗に61、62、63と並んでいます。
これはリスタートでなんとか取り返すことができるか。この週スタートいけるかな。この週スタートもまあいけなくもないですが、どうします。ただシリタはすでに3セック直前まで入っています。どうでしょうか。あ、もう1周ですかね。1周ですか。そうですね、3セックも入ってたんで。さあ、というわけでね、コメント欄読んでいきましょう。たくさんは透明がヒヨピヨさんが来た瞬間に解除されたということで、これは序盤の SC 原因のクラッシュですね。ロチョさんがコメントしてくれてるんですけど、インターの方が止まるとの情報が入っています。これ多分ですけど、6号車からの情報なんじゃないかなと思ってるんですけど。ああ、そうなんですか。多分セッティングの違いなんですかね。なるほど。そうですね、セッティングでそんなタイヤによってのブレーキングの違いって変わるもんなんでしょうか。どうなんですかね、ちょっとわからないんですけど、ただ自分が同じ車で走ってみたときは、そうかなって感じだったので、違うとすればセッティングかウェイトハンデかって感じですね。なるほど。セッティングかウェイトハンデか、やっぱり重い車には重い車内の走り方がありますからね。そうですね。これでまた14号車は選手と後ろのね、強敵ですね。しかし本当に、しかも後ろ2位4位5位とあのねえ、どっかの信号機みたいなチームですから。どっかの信号機本当ですね。あ、そうですね、ガンマちゃんはもうティアきつそうだな。そうですね、ただまた今度そしたらのあのソウソウさんがとコメントで言ってるように東京ドリフトが見れるかもしれません。東京ドリフトあの角度のついた完璧なドリフトをセクター2で披露してくれるかも分かりません。なるほど、やっぱりそういう技が見れるんでしょうか。危ねえ、ぼーっとしてて忘れるとかだった。さあゆきさんが、さあゆきさんはコメントでやっぱり爆発させておりますけれども、追いつかれちゃったということでね。さあこれでまたレース展開が未知数になってまいりました。 SC が現在で3回目入る荒れたレースになっております。やっぱりウェットはみんな注意意識を持っていても荒れるものです。さあまだシリタはここはしないですね。しないですね。まだタイミングを伺ってるって感じですね。そろそろ来るかな。ちょっとあれですね、これは踏んだり、これは後ろ怖いなってなってますが、今シリタはまだやらない、まだやらない、コントロールラインまで追い越し禁止。さあシリタはここで踏んでいった、怖い怖い怖い、立ち上がり踏んでいく。さあ今レース再開だ、今レース再開。さあ一応車両間隔はそれなりには開いていますが、野口止まりきるのか、ちょっとシリタと接触。やっぱり各車両仕掛けに行っている。そして小輪っかが来た、小輪っかが来た、小輪っかが3番手に浮上だ。そして野口はここしかない、野口はここしかない、ここしかない。突っ込んできた、突っ込んでくるか、頭入れる、頭入れる。さあどうだ、ブレーキング勝負、立ち上がりどうだ、まだサイド前サイド、サイド前サイド、どっちの RCF が前に出ていくんだ。あっと、そして小学館また4番手に交代、後ろでイエローフラッグが出ていますが、さあどうだ、サイド前サイド、1コー、ここのラビットハウスコーナーで野口が前に出ていくか、危ない危ない。ちょっとトラクションが乱れたところをシータが差し返す、シータが差し返す。 DTKR もここは譲るわけにいかない、意地の張り合いです。そして YHH が4番手に浮上、景品タックも6番手まで上がってきました。ユキは7番手、
8番手にホワイト、9番手のトマトとヒヨピオサイドバイサイドで、ヒヨピオが前か、いやでも差し返してくる、差し返してくる、トマトがアウトサイドから差し返してくる、意地の張り合いです。さあまだサイドバイサイド、さあ最終セクターに向けてどちらが突っ込んでくるか、突っ込んでくるか、さあインサイドのヒヨピオが意地で守る、意地で守ります。これ、はい、68号車はもう完全にタイヤを温めたりするのに失敗してしまいましたね。そうですね、68号車は完全にレース明けの展開をミスってしまったというか。そうですね、な感じ。あーっとちょっと野口が今シータに仕掛けに行ったんですかね。ちょっと今バランスを崩しました、ね、さあこれでヒロが来たぞ、ヒロが来たぞ。いやーどうなるんでしょうかこれ。あースリップついてきた、スリップついてきた。うんー、まあまあ飛び込める位置ではないか。しかし YHH が来る、 YHH が来る。さあチームメイトが狙いに行っています。いやーどうなりますでしょうか。この YHH レーシングというチームのねドライバーはね結構皆さんガンガン攻めてくる系のドライバーなのでどうなるかと。そうですね、気になるところであります。さあそしてみんなドリフトに抜けていくが、おおチーム雪レーシングはここまた3台でやり合っている。そして3台とトマトでやり合っている。ホワイトとヒヨピオがサイドバイサイドでアウトサイドからホワイトがかわしていく。あっとちょっとヒヨピオコースアウトか、ヒヨピオコースアウト、そしてトマトも釣られるようにコースアウト、インサイドから雪が来た。さあどうでしょうか、さあどうでしょうか、またここサイドバイサイドなんでいく。おっとガンマちゃんピットって1台ピット入れましたね。そうですね、68がピットに入って止まりますね。あーっとヒヨピヨがちょっとクラッシュですが、ここはクラッシュには至らず単独クラッシュには終わりましたが、おっとっとっとおっとっとっとおっと景品タックどうした。どうしたんだろう、どうしたんでしょうか。あ、止まんなかった。あーリプレイ容量が足りない、もう再生できません。さあそしてユキがインサイド、トマトがインサイド、あーみんなミサイルステーク、景品タックがスピン、なんということだ。9番手まで一気にポジションダウン、もうタイヤはみんな満身創痍なのか。あーっとそして YHH レーシング同士でやり合っている、やり合っている、意地の張り合い、意地の張り合いです、チームメイト同士。しかしこれあんまりやってると後ろから小輪っか来てますから。そうですね、うーんここはこんなにやり合っていていいのか。あーっと YHH が完全にアウトサイドを押し出されたが3番手に浮上だ。しかし小輪っかが来た、いやーこれは良くないな。あーっとそしてニキータマゼピンかのように押していく。いやこれはちょっと YHH はやりすぎっすよ、これはダメ、よろしくない。さあ小惑科 YHH ヒロ、 YHH 小惑科ヒロと続きますがどうでしょうか。この3台 GTR 同士の争いですが、小惑科がインサイドに刺していく、入っていく。あ外に出ていった、外に出ていった。ここ立ち上がりどうでしょうか。この立ち上がりは小赤が前に出る、どうでしょうか。しかしブレーキングアウトサイドからかぶせるのか小赤。あーとはいえ1割ってしまった。なんということだ、チームメイトで同士打ち。これ復帰を気をつけていかないと。あーとマットと接触だ、ユキはかろうじてのけだ。あー大丈夫ですね、でもダメージはなさそう。ダメージは入ってないですね、両者とも。なんということだ、怖い怖い。YHH レーシング。これはメメでも取り上げましたけど、ピット内でメカニックが殴ってますよ、壁を。
あのショーレーシングのあれで あれですよね。あ、そう、数年、2008年のインテラゴス戦でしたかね、あのフェラ、あの壁殴り事件はさあ、そして生き残った YHH レーシングのヒドと小悪化が続けています。小悪化も抜きましたけど、ペースそこまで良くはないですね。そうですね。さあ、アウトサイドからヒドが来ている。小悪化はどうだ、インサイドラインを守って付け入る隙を与えない。あー、でもこれはトラクションのライン、綺麗に捉えた。これは231号車が前に出るか。おお、これでヒロが前に出ていく。チーム IHH レーシングが前、ちょっとこれは、うん、35号車も限界ギリギリまで飛ばしている状態。あー、そしてユキがかわされてしまった。さあどうだ、62号車もなんとかここまで頑張って追い上げている。そして32号車も勇気をかわす。さあ必死の追い上げを見せています、後方車両。そしてガンマ鈴木も、ガンマ鈴木もヒヨピヨにすごい勢いで追いついている。7秒2、あと7秒2です。そしてシリタはセーフティーマージンを再び築きました。これはもうミスなければ初めてのトップになりそうですよ。ですね、このままいけば DTKR はいけるか。 DTKR 初優勝なるでしょうか。第2戦の表彰台と第3戦の表彰台1回はありましたが、それ以降はちょっと結果が残せていませんでした。14号車 DTKR のマシン。さあしかし確かね、この12月6日まさに今日なんですけれども、総総さんがグループチャットで確か言ってたような気がするんですが、はい、確かこのマシンに貼ってある赤城のなんか記念の日でしたか。あ、浸水日みたいな、浸水日でしたよね、確かね、言ってましたもんね。そうですね。さあこれはこの14号車赤城号にとっては素晴らしいプレゼントになるのではないでしょうか。このままいけば待望の DTKR 初優勝が見えてくる。そしてトマトはなんだかんだ言って5番手まで戻ってきています。そうですね、素晴らしい。いや、急遽代役として呼び出された31号車、いや代役としてふさわしい仕事をしております。あ、そしてホワイトはちょっときついのか、やっぱりウェイトハンデが。んー、この62号車に関してはどうでしょうかね。やっぱりきついんでしょうか。さあ、ただ YHH もそこまで楽そうではないので、このまま逃げ切れば、あ、ちょっと今立ち上がりミスいませんでしたか。んー、ちょっと苦しい状況には変わりなさそう、62号車。そしてそれを必死に追いかけているユキにもぜひとも頑張ってもらいたいところ。景品タックも後ろから来てますからね。この6番手はどうなるか分かりません。ちょっとこの62号車ウエイト 6% の影響がもろに来ている感じはいたします。しかしこの62号車、まあちょっとレース展開落ち着いたのであれなんですけど、はい、本当に車名が長いんですよね、これ。本当にこれ、そうですね、これフルに読み上げるのはね、霧雨ガレージチーム雪レーシング GR スープラって言うんですけど、はい、前日のエントリー車両でこんなに長いエントリー車両いるのかなっていうぐらいなんですけどね。そうですね。ただまあ長いの、長いのってあんまりないです。あったとしてもテレビとか省略されちゃうんで。そうですね。
ここでしか長いフルの名前は聞きません、聞けませんので。そうですね。おお、そしてシリタは燃料減ってきたところで1分32秒822のアステストタイム。なんという速さだ。これはもう完全にレースをコントロールしてますよね。本当に一度もトップを譲ることがありませんでした、シリタ。本当に素晴らしい走り。やっぱりあれですね、ブランパンで上位に食い込んでくるドライバーのレベルというのが現れてますよね。そうですね。いや、ブランパン GT のモンツァ戦とか、それからまだ放送してませんけどルマン戦とかでもかなり上位に食い込んでバトルをしておりました、このシリタというドライバー。やはり素晴らしい走りを見せています。優勝まであと少し。そして野口もチャンピオンシップには大きく手が届く。2位まであと少し。ちょっと暴れているが、しかしここなんとかなんとか最後まで走り切りたいところ。そして小学科はもうちょっとこれは厳しいか。まあ、4番手のウェイトハン、4番手でもチャンピオンシップ的にはかなりいいところにあるんですけれども。 そして後方はあーっと、ホワイトとは11が接触。ただこれはラスト2周なのでSCは入りません。そしてユキがそこをかわしていった。あ、頑張れ頑張れ63号車これはもう、これはもう推しを応援するしかない。さあどうだ、この6番手争い最後白熱することになりそうだ。そして今ファイナルラップに入っている。シリタはもうすでにこのコーナーを立ち上がっています。さあどうだ、さあどうだ、最終ラップ、みんな思い思いの選手を応援してくれ、みんな思い思いの選手を応援してくれ、みんなの推しを精一杯応援させてあげてくれ。そしてホワイトのインサイドに景品ダックが入ったが、景品ダックがまたバランスを崩してしまった。そしてその後ろから同じチームホンダのガンマ鈴木が並びかけていく。さあガンマ鈴木がこれは景品ダックの前に出ていきます。景品ダックがまたノーポイント寸前まで落ちてしまうのか。あーっと差し返してきた景品ダック。あーでも立ち上がりは辛いな、厳しい、ディアタイヤ厳しい。そしてシリタは間もなく最終コーナーを立ち上がってきます。一路もトップを譲らない素晴らしい走り。この赤城の記念日に素晴らしい勝利を決めて見せました。シリタに大きな拍手を送りください。今トップチェッカーを受けていきました。 DTKR、 そして2番手の口、3番手にヒロが帰ってきます。さあヒロも最後までなんとか守りきりました。そして小悪化が4番手、5番手とトマト、6番手、あー YHH は最後、お、何があったんだ YHH。 あーセクター2でちょっと回ってしまってましたね。セクター2で回ってしまった YHH、 最後に痛恨のミス。そしてユキは最後自己ベストを更新して3、6番手フィニッシュとなりました。そして YHH は7番手、8番手になんとかホワイトが守った。ガンマ鈴木は悔しい悔しいサイドスピン。そして景品タックが10番手、あヒヨピは最後スピンしてしまっております。いや非常に過酷なレースになりました。いやこれは本当に皆様お疲れ様でしたという、そうですね、言葉しか出てこないですね。そうですね、本当に皆様お疲れ様でございました。さあ優勝を決めていきました。ファステストアップクリーンレース、本当にその通り。野口に仕掛けられましたが、そこも冷静に対処していきました。シリタに大きな拍手を送りください。そして私は途中でリプレイが使えなくなったので、リプレイ容量が足りないことを意味します。誰かシェアしてくださいあ、シェアしておきます、終わったら。あ、お願いします。さあ結果のスクショだけ。あ、そうだ。ただペナルティがあるから結構ありそうなので、
この結果が正式結果の大基本的な部分になるかというとそんなわけでもなさそう。そんなわけでもなさそうですよね。いろいろありましたから。特に怪しいのは終盤の3番手争いと本田勢でしょうかね。そうですね。いやいやこれは本当に荒れたレースになりました。カクカクドライバーいろんな思いがあるかと思います。ただ表彰台3人見てみると全員違うチームの方々ですから、そうですね、まあ、ある意味ではポイントが散ったのかなと。そうですね、DTKR、ジョーレーシング、YHH レーシング、ショーレーシング、YHH レーシング、ユキレーシングということでね、連続で続いているところがないという面では、非常にいい感じのフィニッシュになったかと思います。いや、本当にすごいレースでしたね。そうですね、もう最初から最後までバトルが尽きることなくですね、どこかが近かったですもんね。そうですね、常にね、すごいレースでした。コメント欄にもいろいろ書いていただいております。15人の視聴者さんが見ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、シリタさんもコメントしていただいてるんですね。ありがとうございます。ガンマちゃん重いよって率直にそうなんですよ、あの NSX 今回50キロのウェイトハンデだったんですけど、もともと1049キロあるということで合わせて1100キロを超えてたんですよ。電車の中でぶっちぎりで重い。あーなるほど、やっぱりガンマちゃんの圧倒的なウエイトのあれがあるんでしょうか。そうですね、だそれでも予選は素晴らしい、あの走りでしたね、速さでしたか。ただガンマちゃん的には予選ポールを景品タックに捉えた上決勝でも散々ということで、なんかあまり良くない言ってなさそうですね。さあ、景品タッカーグッドラックの存在すら忘れてたということらしいです。いやこれはポールを取ったがゆえのいうことなんでしょうか。YG さんゲーム泣いちゃったで。あのもうレース開始の時点ですでにあの自分から切腹しに行ってたんですが、それそうなんですよね。ペナルティーで順位落ちそうなのか。ゆきさんは あれか、テアピンでタックさん回したからそれがあるかな。後方はかなり変わりそうですね、順位。そうですね、忘れてたんだよってなんで俺に言うんだよ忘れてたんだよ。ひよぴよさんがやべえこと言ってる。あーなるほど、まあこの方そういう方ですか、あそういう方なんですね。いやまあチャットで、いやまああのなんかチャットでHDTC のチャットってそんな感じ。まあ確かにトラクションかかんないよ。最後追い上げたけどストレートの差がどうにもならないと。ひろさん、いやにしてもすごいですね。いやたくさん、いやいやいや、レギュラーからだから順位落とした、いやいや、あのね、いや順位落としたにしろ落としてないにしろルールですから、ね、いやそこ OK にしてたらまず真っ先にトマトさんのあれ OK にしてるんだよな。
おまたさん、ああ、チャット打ってビューン行って、チャット打ってごめんなさいのやつね。そうです、そうです。あれ、確かにそうですね。皆さんお疲れ様でした。野口さん遅いということで、野口さんも めちゃくちゃ早かったと思うんですけど、あれおかしいですよ、あれ。来ました来ました、和子さんのおかしい発言、今回も来ました。それあれじゃないですか、いや、どうせ後のハイライトでいじられるやつ。目目でいじる、ね、あ、いや、絶対後でまとめ動画作られるわ。俺がひたすらに言ってるやつ。絶対作られる、これマジで。いや、和子さんというよりか、なんか実況人のあれっていうのが出そうですね。私も変な、私もあの、特にあの水が濃い薄い。水が濃い。あれは、あの、よく分かんなかった。自分でもなんか変なこと言おうと言ってたつもりじゃなかったんですけど。いや、あれは本当に、うん、でもあれは、あれらのネタ集入れないとまずいな。あれは面白かったな。何言ってんだって思ってましたけど、水が濃い薄いってなんだろうって。ガンマさんが目の前で回った。ガンマさん、あの、くるくる回ってましたよ、後ろの方で。ああ、ドリストもしてましたしね、サブロック。そうですね。多分あの人あれですよ、ニードフォースピードやってましたよ。ああ、なるほど。そうですね、あの、ニードフォースピード。ニードフォースピード一人でやってたんですね。今日の SF 覚えとけよって。いやー、今日の SF 出たかったな。あ、そうだ、今日和子さん出ないっすね。そうですよ、夜はね、あの、ちょっと地獄に行ってくるんで、あの、地獄。いやー、あれ F3000。 そうです、地獄に行ってきます。あ、そうですね、あの、地獄に行ってきます。地獄って。いやー、だって3人も4人も国体選手がいる新鮮って地獄じゃないですか。あー、なるほどね。なるほどなるほど、確かに。いやー、正直、あの、ポイントランキング全然、あの、もう、あの、ドベヨの方なんで、まあいいかなって気もしたんですけどね。まあただ、まあ最後で出てこうかなって思ってて。使命感ですか。そうですね、一応チームの看板背負ってるんで、そっちでも。あー、そうですね。サンババスの系またやるのか、あれ。またやる。いや、あれなんか残ってるらしいですよ、周回数。なんか最後まで走りきってないとか。え、そうなんすか、なんだらしいですよ、確か。なんだ、走りきってないんすか、あれ。それはもうやるしかない。やるしかない。大変なことになりそうな感じがします、また。あとは、どうだ、あれ、走り切ってたっけ、なんか走り切ってないときってなかったっけ、たくさん前。ひよぴよさん、実況席の2人もお疲れ様でしたということで、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。タックさん、ジャパニーズ腹切りですねということで、ジャパニーズ腹切り。いやー、ジャパニーズしなくてもいいんだぞって。ジャパニーズしなくてもいい。あ、昭和家さん、シェアありがとうございます。早い。ロチョさん、お疲れ様です。実践楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ロチョさんは結局、いつ頃復帰できるんでしょうかね。どうなんでしょうね。わからないけど。よし。野口さん、またおかしいって言われた。おかしいって言われるのが定番に なってますけど。大丈夫なのかなって。大丈夫なのかな。あと、これ前から聞きたかったんですけど、はい、ここだけ。ツイッターの、ロチョさんの扱いが、ロチョさんの扱いがなんか、そういうことすか、すごいなーって。昭和家さんが、私の好きな車のツイートしてた。あ、コラ画像ですか。そう、あの、6人。あの、フリー素材なんで。フリー素材。
このアイコンあるじゃないですか。はで、最初何ヶ月か前に、ある人が、この顔を、こう、切り取って、みんなに配布したんですよ。そこからフリー化しました。フリー素材 あれフリー素材なんすね フリーっす。フリー素材なんだあれ フリーっす。そうなんですねはい、フリーです。い了や、本解人しが言ってましたんで、た。フリーって。あ、本人が言って いや、本人が言ってたんた。で、あ、それなら問題ないんですけど。問題いや、ないのかみたいな。問題ないは、本人が認めてるなら。ないな。マジの話。よし、行こうって思ったらみんな発信しないから、あれってなって、そのスター、その後にグッドラックの存在に気づいた。いや、これちょっと、たくさんとか、トマトさんとか、ホワイトさんにちょっと聞きたかったんだけど、俺って履歴送ってなかったっけ？てんてんてんって。いや、でもタックさんは前回も出前てる回、から、たたくくさんはさん前前回い回いたたんんであであれですすけけど、ど、トマトさんと、トマトさんと、あとは誰だろう。トマトさんかな。まあこういうこともありますよ。そうですね。それではちょっと、じゃあ部屋落ちて、昭和家さんのリプレイを撮りに行きはい、ましょう。じゃあ自分は部屋そう閉でじすね。てパーティー抜パーティけー抜さけせでていたいだただききまます。す。あ、はい、そうですね。お疲れ様です。おお疲疲れれ様様ででしした。お疲れ様た。でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで、昭和家さんのリプレイを撮りに行きましょう。荒れましたね。荒れましたね。いやー、本当にすごいレースになってしまった、なったというか、な感じですかね。審議配信の話聞かなかった。いや、でも、この後、和子さん忙しいから、審議配信はないでしょうね。いやー、難しいレースになりましたね。しかし、本当に。リプレイでドリフトのところのカクセルワーク見てもらうからって言われる。見てみます、アマゾンのやつ。言わせてください。二度と雨会いたくないです。やっぱ雨きついっすよね。走るのね。NSX1 コーナーっていうか全部滑るんですがって言われて。もう MR はもう NSX はろくにリンプしてくれないんですかね。7周目ですね。審議はね、映像だけ、みんなで見ていくみたいな感じで、詳しくはしません。滑らせてた。もう滑っていくからね、勝手に。滑るんじゃなくて、滑らせる。和子さんの SF 代、どうなんでしょうね。
TLGP の速い人、ガンマさん。ガンマさん、ショウさんたりなのか。なっと雑談やる。ね、なあ、時間が時間なんで今日はやめときます。実況席で僕が雨が得意みたいな言い方してましたけど無理ということで、ごめんなさい、ガンマさん N エンジニアに所属でしたね。いつも間違えちゃう。YHH さん、これ予選結果を見て YHH さんが結構上位にいますねみたいな感じで言ったので、ちょっと YHH さんの趣旨的な発言とはちょっと違った発言をしてたかもしれないです、すいません。作戦ではガンマさんを引き離してピットの作業がって感じだったんだけどやってしまったと。決勝になったら NSX 勢はあれで、逆に RCF 勢が上がってきたというかね。デフの加速のところのセッティングミスった。あー、なるほどね。まあ大きすぎるとね、暴れちゃいますからね。だからガンマさんは N エンジニアリング所属だっつうの。よし、ツイッター行くか。YHS は何を載せる気だ。YHH さんで SF どうします？まだありますけど、2000連続でも将来そうですね。まあまだ正式結果ではない。何何、ニセさんアイデンティティ制作頼みました。重すぎて、どんな感じで作ってほしいか DM で送って、 Twitter の。作ります。今回はアイデンティティ多すぎる。YHH さんは完全にアルボーになってたから、あれ完全に。まあ審議ポイント大体分かっ、大体でやるんで、まあもしここ見てほしいみたいなところあったら言ってください。見ます。ニッサの、いや僕何もしてないって、知らんって。映った瞬間スピンしたの。いや分かんないっすよ、分かんないっすよ。それはじゃあ何すか、じゃああれですか、国体でもカメラ映った途端にスピンするんですか。他のイベントでもそのたびにスピンするんですか。そんなことないでしょ。私のイベントでたまたまスピンしてしまったってだけでしょ。
私を問う理由はないじゃないですか。日産のカメラワークは神って、神ってね、神ってない、あんな。お、読み込む重た、大丈夫かな。やっぱりたくさんトヨタが狙うんです。トヨタが日産にそういう能力があるって聞いたんですけど、いつの間にそんな能力を持ってる、いつの間にそんな東方キャラみたいに、いつの間にそんな東方キャラみたいに、参戦車両を操れる程度の能力を持ってるんだろう。そんなこと言ったら今このアクシデント全部自分が引き起こしたみたいじゃないですか。そんなわけないからね。そんなわけないじゃん。日産はクラッチ察知する能力を持ってますよ。あ、そういうこと？いやでもガンプマちゃんのスピンは察知できなかったし、重要な場面カメラ取り逃したとかありますし、そんなことないと思います。PH1 さんと想像さん嘘だろ、そんな能力あったっけ、知らんけど。言うて私ルイス嫌いです、そういう話じゃない。僕の一周目を、あ、今から見ますよ。こうでしょ、すごい固まってますねこれ。おお、怖っ。おおおおお、あー野口さん危ない。おお、たくさん抜かせたんじゃなくて自分から飛び出してってるだけなんだよな。ガンマちゃん気づいて減速。その前、ああ、いやでもあの責任判定者は私じゃないんで、最初が全力で実況ですそんなわけあるか。さ、じゃあさっきの生配信は俺何やっとったね。おおおおお、トップがヒヨピヨさんっていうね、すごいことになってる。さあラビットハウスコーナーに侵入ですよ。グラベルが待ってますよ。さっきのは雑談？雑談だけど、あ、あー、ガンマさん回ったやつだ。トラクションが、あーとも、あー、ヒヨピヨさん単独コースアウトか、痛い。おお、いやー、ヒヨピヨさんこれなかったらどうなってたんだろうか、すごく興味が湧いてくる。トップ4すごいっすよ。 YHH レーシング、 YHH レーシング、雪レーシング、アップガレージ、 DTKR で、野口さんはここまで落ちちゃったんですよね。ちょっと注意が、最初ちょっと守りに入りすぎたなーってコメントしていただいてるんですけど、
こだったっけ、序盤でもクラッシュあったような気がしたんだけど、たくさんが前に。シリータさん、スタート自体はそんなに、最初スタート自体はそんなめちゃくちゃ出てきたわけでもなかった。おー、ゆきさんがつく、あ、そうだ、ここでみんなが飛び出してって、これで変わったんだね。あー、これはゆきさん、うん、これは多分ペナだな。なるほど、ゆくさんはそうか、こっちもやってたのか。トマトさん回したのがあったと思ったんだけど、あ、まあ間に合ってないですね、うん、これはダメだ。でここで前に出てきたのが、おーおお、相手られる、シリタさんと小若さんが前に出てきた。すごい、みんな勢いがすごい。そしてゆきさんが外に追いやられた。あれ、エッセイゲインどこだったっけ。まだか。そう、ここでシリタさんが前に出て、こっからずっと逃げ始めたんですよね。たくさんが単独で回った。あれはアイデンティティですね。そうだ、ここ1コーナーだった記憶があるんですけど、どうだったの。おお、どこ走ってんだい。どこだったかな。最初の資源って何でしたっけ、忘れた。あ、これだこれだ。ここでたくさんが回って戻るの自己ルーの、ニューピオさんは完全に頭、完全にあれですね、レコードライン上にいたんで避けられなかったですね。あ、ごめんなさい、7周目ね、忘れてた。あ、ゆきさんと言い合ってる。12周目の1コーナー、SC 薬局のあれかな。これすごかった、すごく、すんごくクリーンな窓が、おお、よくこんな感じで、ちょん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 ありえない繊細な癖枠。あかん、これは笑った。すごい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 、やばい、このアクセルワークでご飯ご飯いけるわ。え、トリガーでこんなことできるんですか。自分もトリガーですけど、マジか。ありえねえ、トリガーでトンチ。マジっすか。
このアクセルワークは素晴らしい。YHS さんやっぱりあれですね、テールスライドはやっぱあれでしたよね。まあ SC さんは結構苦しかったでしょうから。これもめめいのめめめめどうだろうね。めめかめめ正直使ってたんです。トリガー案外いけますよ。ハンコンのアクセルでこんなことさ。そっかそっか、ハンコンの方が無茶っすもんね。確かに負担かかりますわこんなの。ペナルティ西さんは多くを許してわざとスピンさせたようで十分ペナ。じゃあ今日の SF 棄権します。なんか毎回トップ争いするけどあんまり勝てないなということで、あーそれでも鈴鹿は勝って、あとはこの間はあんまり勝てないなって野口さん、野口さんあの HGT シリーズで唯一今のところ2勝してるのは野口さんだけですよ。あとは皆さん1勝なんで、12周目の1コーナー了解です。いきます。たくさんあのチーム作ればいいんですよ。シートなくねじゃなくて作ればいいです。あーこれだ、これこれ映ってたね。そういうペナなかったら1位。そうですよね。これは景品かもしくはホンダドリームレーシング二輪のあれかな、チームかな。あ、景品はあのー、景品はオールドアレンジ版でお願いします。まあ GTR とか RCF で来るんだったらいいんですけど、 NSX で来るとモロレプリカになっちゃうので、ちょっと昔めのアレンジ版を持ってきていただいたら嬉しいです。っていうかそうしないと、レギュレーション的には合致しないみたいなので、あえて知らない。ツイッターに載せられるかな、まとめて。それも怪しい時間だ。現行 SGT バリ、現行 SGT バリ無理です。一応ねリバリーの、まあ、今回はあれだったんですけど、リバリーのあれは聞いたんですけど、GT500 車両で、GT500 車両で過去、5年以内のマシンのリバリーはダメみたいです。だから2016年まではダメみたいですね。それ以前だったら大丈夫で、あと GT300 のリバリーを500に持ってきたとか、そんなんだったら、そんなんでしただったら OK みたいです。あ、たあのアップグレージは問題ないですよ。ただ景品だと、景品だとオールド版にアレンジしたやつでも、でも景品ってどうなんだろう、見た目的にあんまり変わらないからな。まあまあ
KF ファンの方から見たら、いやいや全然全然こうしてみても違うんだよっていうところいっぱいあると思うんですけど、どうなんだろう、景品が出れるかどうかわからない。14と15の景品を OK、 14と15の景品は DTM はいいんです。あ、 DTM はあの問題ないですっていうか、あのレギュレーションに書いてないですけど、あのグループ2の2016年規定のマシンで参戦するようにって書いてあるだけで、あの実を言えばディバリに関するあれが一切ないんであれだったんですけど、ただまあ一応オリジナルディバリに参戦してねっていうのは書いてはあったんですが、まあ聞いたところによるとそんな感じ。本当は BMW バンクで出たいけどラフィガが出るから、うん、どうなんだろう、 BMW バンクはどうなんだろうな、どっか出てるチームあるんだろうか。あとこれ総さんとゆきさんに質問なんですけど、チームゆきレーシングのマシンに DMM チームカンコレレーシングのデカールが貼ってあるんですが、総さんはもう財源は DTKR はもう取り潰すみたいな趣旨の発言を何度かしてますけど、 DTKR どうなるんです、ゆきレーシングに吸収されるんですかね。次は何だったっけな、ここだっけ、ここっすね。九州か、なるほど。それが DTKR の名義だけ引き継いで全く違う人が運営するっていうのもありかもしれないですね。あーたートマトさんがこれ危なかった。あ、ラフィカ ×DTKR、ね、なるほど。TSR 名義はね、わからない。ディバリーの規定に関しては、まあ、ディバリーの規定に関してはあれなんですけど、チームの名義に関してはわかんないんですよね。TSR がダメなら TLGB 名義もダメだと思う。ここだよな、たくさんが前に出るで遠赤乗るで横にもで横にいるんだけど、んー、これは白さんが遠赤乗ってディア滑らせちゃって体勢崩しちゃったかな。 YHS は課題表現はやめましょうね、あの使ったダメって言われてるのは知ってます、あの聞いてますけど、大輝自分のマシンをいたしゃかするか考え、まあラフィカのコンセプトに合った感じでのあれだったらいいんじゃないですか。うん、これは、白さんもちょっとコントロール圏外だったからっていうのはあるかもしれないけど、どうなんでしょうね、判定が微妙ですね。ただたくさんを回しちゃったことは間違いない、まあ、たくさんを回しちゃってクラッシュさせたことは間違いないので、あ、そうだ、そうさん、シータさんどうするんです、来シーズンシータさんは次シーズン次チーム立ち上げるのか、また別のチームに入るのか。FIA だったらレーシングアクシデント、うん、そうかな、うん、どうだろう、
これもうシリダさんのあれしか見てなかったから後ろ何が起こったのか分からなかったんですけど、うん、今回は1台分開けてるね。あ、いや違うな、ガンマさんが言ってるからこれ。まあ、寄ってるって言うんだったら寄ってるけど、あし、あ、あの回してるシーンじゃないですよ。まあそこじゃない、そこじゃない、あの YHS さん、そこじゃない。回ったのはガンマさん、違うの、その前なの、こっち。あ、2回動いてるな進路変更。これ第2戦で野口さんにやったのと同じだよね。まあまあ空いてる、まあ野口さんのあれはライン残ってなかったんであれだけど、どうなんでしょうかね、わかんないな。でもラインは空いてますもんね、ラインは空いてるもん、確かに。おお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 お、1回か。微妙っすね、判定がね。和光さんがどう判定するか。でも回ったのはガンマさんだし、 YHH さんが直接的な原因かっていうとそうでもない気がするんですけどね。それはなしやろ、なしですよね、多分ね、多分だよ。自分の考え的にはなしかなって。同じチームから2チーム出すのはアイですか？多分アイです。なんでかっていうと、冷静に考えてみてください。このシリーズ、名義はいろいろありますけど、ほぼ TSR メンバーです。出てるチームは。で、YHS レーシングが当然 TSR でしょ？まあ、ここ TSR ワークスみたいなもんで。で、DTKR も、ほぼ TSR メンバーでしょ？まあ、SS さんは違うけど、で、雪レーシングもほぼ TSR でしょ。まあメンバー変更とかいろいろあって今 TSR メンバーじゃない人もいるんですけど、でホンダレーシングも途中から TSR 系のチームになったんで、交番さん最近ね TSR に入っていただいたんですよ。最初は違ったんですけど、ヒロさんがありって。30周目、おー、サイドバイサイドやってる、たくさん30周目。あ、これか、あ、これかとまっすぐ突っ込んでたやつ。なんか最初同様ブレーキング間に合わなかったのかなって思ったんですけど突っ込んじゃったんですね。あー、ひよぴよさん単独スピン、
まあ来年は枠多くなるんで、枠が多くなるのと、それから参戦のシステムをまず変える予定なんで、まあ作ってもらっても構わないですけど、ブレーキ位置おかしかった、完全にね、1台だけなんでそこで踏んでるんだって言ってましたもんね。その後回ってるし、ドライのブレーキングだね。ドライでも止まりきってるかどうかな、そうだけど、この後なんだよな。そしてあー、これはあ、了解です。ほんとっすね、たくさん燃料ギリギリですね、これ。どうだろう、どうだろう、追撃で草。そう、ゆきさんが最初突っ込んだところにトマトさんが後から突っ込んできた。まずゆきさんにやられて、でそのインサイドから来たトマトさんにやられた。2台に撃沈された。友情コンボ友情コンボ。昭和家さんもこれは結構突っ込ましたね。でも飛び込める位置じゃないからな、これは。ちょっと近づけてもらえない。これトマトさん控えじゃない。ああ、どうでしょうね。これ外から行って回されるとかもろあるぼうやん。外から昭和家さんに仕掛けに行って、これはペナだな、間違いない。おお、復帰危ない。おお、シリサさんに質問です。なんでこんなに早かったんですかなんでこんなに早かったんですか、率直に聞きたいです。ウェット下手くそなんで自分。本当にずっと早かったもん。シータさん、何よりすごいのがね、野口さんのあれに耐えたってことですよね。あれがすごい。
なんでこんなに早かった。適当にセッティングしたら適当にセッティングしたら早かったとか、あなたは神か。なんで早かったか自分にも分からん。シータさんが入ることによってラフィカかける DTKR が実現しつつある。おー、 DTKR 出るのか、来年ももしかしたら出るのか。これさ、アクテッドヘアアクセル運動滑らないディフェンスって言うのすごい。立ち上がりめちゃくちゃ早かったっすもんね、シータさんね。トラコンは入ってるけど、トラコンは入ってるけど、にしても...30 分かけて作ったセットだったから。いやー、でもまあウェイトハンデの面で言ったら野口さんもすごく健闘したと思いますよ。皆さん、あの、言っておきます、野口さんは今 7% のウェイトハンデを積んでます。ヒロさん、前線のセッティング、前線のセッティングだったらきついだろうな。この車もきつそうだったな、ホワイトさん。たくさんストレート4速で行ってたって。燃料足らなかったからね。回転数上げられないから。おお、すごい。4、あー、止まりきってない。ウエイトは野口の方が乗ってるのに、マシンの重量見たら僕が一応重い。あ、そうか、 NSX は元から重いですもんね。一番きつかったのはこの車なんですね。トラコン切りは難しいっすよ、シンダさん。おー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 、どう走ってんだ。芝刈り機、これは知らないっすよ。芝刈り機やってる。おっと、あ、これは、うん、これも審議ですね。ここで白さ回っちゃったんだ。てめえ、野口 NSX 乗ってみろよ、ほら。自分は GGC のスパの時は雨、高速セクションだけトラコン切って低速セクションでトラコン入れるみたいなことしてましたね。トラコンなしでいける場合とトラコンありでいける場合があるけど、いや、でもトラコンなしは、トラコンなしはきついな。自分もトラコンは1は入れてますかね、ウエットレースは。そうしないとね、あとはアクセルコントロールでなんとかする。NSX 乗れません。なんなら GTR もない。
トラコンなんて入れたらドリフトできない。あの D1 グランプリでしたっけ、僕のサーキットは。あ、たくさんごめん、気持ちいい。なんか変な人いますよ、一人。たくさんどうします？コメ欄に変な人がいます。あー、頑張ったけど、頑張るけど、うん、ドラコンキリゼとか、なんでな、どうして、加速鈍るんですけど、でも的な、ショモさんとロチョヤンと黒口が効いてます。しょうがないですね。あ、ダメージ入らないんですね、これ。あ、確かにどうしよう、確かにどうしようもないところであるかもしれない。翔さん、翔さん、え、ガンマさんそんなこと、ガンマさん放送中にそんなこと言ったんだ、あのディスコのあれで。なるほど、ロチョさんのチャンネルに行って調べてみよう。身内からキモって言われて、うん、しかし今回は1コーナーのアクシデントが多かったな。まあ牛リンクですからね。ウシリンクだからね、しょうがない。おお、燃料が、たくさん燃料がないよ、ないよ、もう見えないよ、ありえないよ。あ、ないわ、なかった。実は 0% になっても、あ、実は 0% になっても走れるんですけどね、なんでか知らないけど、エンジンは燃やしてる、燃やしてるのかな。わからないけど、あったかな。ではそろそろ配信終わりましょうか。
ちょっと待ってくださいね。いつものやつ作ってるんでちょっと待ってくださいね。いつものやつ。B2Z ですね。レーシングポイント TLGP。 そんな SF って開催時間遅かったでしたっけ？覚えてないけど。あんまりにも遅かったらそうですよね。学校はありますけど。どうなりますかね。それにしても何にしても本当に勝てなかったことが悔しい。そうですね。悔しさは勝つということなんでしょうか。10時15分、了解です。10時15分か。すぐ寝よう。ノーパワー、ノーパワー、ノーパワー。それトヨタね。DB2DB2。 そうそう、それそれ、ホンダホンダ。なんか次戦はね、えらい
ヒロさんがコメントしてるけど、なんか次戦はえらい変則的なレースになるっぽくて、いつもは耐久レースだけど、いつもは耐久だけど、なんかスプリントになったりとか、そんなこともそんな感じになるっぽいっす。野口さんのオンボード配信後でに行こう。変則的、変則的って言えばいいのかな。なんか HGTC なんだけど、HGTC のチャンピオンシップ戦なんだけど、なんかエキシビションみたいな、なんか、そんな感じのレースっていうか、そんな感じになりそうっす。さあ、というわけでね。また6時くらいまで長々と流しながらお送りしてまいりましたが、そろそろこの配信も終わりにしたいと思います。あと、あらかじめ言っとき、あらかじめ言うと、この配信は、あくまで審議ポイントがこんなところかなっていうのを問うだけで、これが審議の、全部の目安になるっていうわけではないと、ので、直接的なポイント、直接的なポイントがありましたら、和子さんの方へお願いします。さあ、というわけで、今回も、非常に熱いバトルが繰り広げられましたけれども、いやー、実に見応えのあるレースになったと思います。次戦の HGTC もぜひお楽しみください。解説は、裏方上の和子さん、実況は私、西がお送りいたしました。それではエンディングでお別れしましょう。さようなら。抜かれていく。インサイドを捉えてしまった。この赤城の記念日に素晴らしい勝利を決めてみせました。シータに大きな拍手を送りください。今トップチェッカーを受けていきました。 DTKR、 そして2番優勝を決めていきました。ファステストアップクリーンレース、本当にそう。